はい、皆様どうも、マフロです。はい、ドラゴンクエスト11、続きやっていきましょう。昨日やられたね、昨日っていうか前回の動画でやられた、やつを倒しに来ました。装備揃えてね、ちょっとだけレベル上げてきました。リベンジ行ってみようと思います。こいつだこいつ、いたずらデビル、名前忘れてたけど。で、キープ今度こそ キラーは痛いな。でもまた肝心なところで褒美使えなくなっても嫌だな。まだ大丈夫。よしよし、でも早めに回復しとくか。呪いが怖くてしゃあない。一回やられてるだけにね。ミラやだな。らしい。これはまだ入らない。あ、倒しちゃった。ゾーンに入る前に。これあれなんですね、ここで選んでも結局ここで変わっちゃうんですね、スキルがね。だから勘違いしちゃったんだ。盗む8ポイント、盗む欲しいな。これちゃんと片手剣スキルって書いてありましたね。いや、選んだから全部これ両手剣で使えるんかなと思ってたけど、探検スキルのを選ばないとダメらしいです。はい、どうしよう、盗む欲しいな。よし、ちょっとためよう。ぶったが、ぶったまげんな。そして俺噛むな。お、治ったんか。ワンじゃねえ。それよりは早く直してほしかっただけなんだが。Thank you.
サラサラ関係ない。これで進めるんだよね。変わってる？違うのね。変わってねえな。さてさて、こいつ初めて見た。攻撃してみよう。必殺技使ってみよう。連携で2人ともゾーンに入ったら連携使えるようです。こっちでいい。連携いきます。最後からね。痛そう。よし、進もうか。どこに進めばいいんだっけ。されてそうだけどな。あの橋なんかありそうだな。行ってみるか。来るな。あ、キラキラ。なんもないんか。落ちたら死ぬことはないけど、なんかありそうだったのにな。めっちゃ邪魔だ。何気にちょっとこいつの踊り面白いんだけど。これ最後のチラ見、そしてこれに釣られて踊るのももっと面白い。大体ミスなんだけどな。呪文。おお、ギラ。ギラ覚えたよ。もういいか、そろそろ行こう。なんかありそうだったもんね。来んなや。ついてくんな。あれ、こ
こ登れないよとして、あれだったかあ、石の村。おお、スライムがいる。なんか懐かしい。ちょっと前まで。そんなに進んでないけど、俺も。こっちだよな。どんな感じになってるか、燃え盛ってるのかな、もしかして。嫌な予感しかしないが、あれ変わらない。逆に怖いな。やっぱり忘れられてる。そういうことか。おいおいおい、男だぞ。魅力的。魅力的な顔か、これ。偽物がいるのか。ここだっけ。
だけは。なんすか。進んじゃっていいのかな。ここの村でなんか取っとかなきゃならんかね。まあ、あとです。これ取っちゃったら歴史が変わっちゃうんじゃん。化けてんじゃないのか してそうだ。バレた。また大樹の記憶か。
あらら、やっぱりな。さて、じゃあ一回今回はここで終わっておきましょうかね。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、さようなら。